Welcome to the top 5 games in Japan. These are the best, I guess they're the best, the most played games on the App Store in Japan. In Japan! Let's check out number 5 first. Dungeon Striker G. Cute little...SD キャラクター、ちゃんとしてる RPG、うん、って感じだね。あなた好みのアバターが作れる。作りましょう。パンダ作りたいな。パンダもいるんだね。ネクソンストライカー G。 私だけを見てればいい。かっこいい。あ、メイジとかウォーリアーとかレンジャーとかあるね。なるほど。ウォーリアー、メイジ、レンジャー、クレリック、クレリック、メイジでしょう。じゃあメイジにしようか。おー、かわ、髪型とか変えれるんだ。いっぱいある。何がいい？キノコちゃんカットみたい。キノコにする。カラーも変えれるんだ。ピンク？ピンクかな。じゃあこれファイナルファンタジーっぽい。確かに確かに、ぽいぽい。怒ってる。めっちゃキャラクターネーム、バーカー。あ、使用できない。バカとか入れれないようになってんのかな。バーカーか、うん、LPJ でいいか、うん、キャラクターイラストすごくいい、ね、かわいい。あ、移動ね。あ、こういうパターンね。ジョイスティックパターンだわ。あ、音楽すごい。ほら、あれみたい、セーフィーロース。そうね、そう、セーフィーロース。ちょちょちょ、回避してくださいってこと。あれ、ね、できる。ああ、なるほど。違う向きじゃない。関係ないか。関係なかった。多分スキルを使うターンなんで。ほら、なるほど。じゃあ何でもスキル、うん、強い。あ、自分で作ったキャラクターより、あの、さっきのキャラクター使いたいんじゃない。チュートリアルキャラの方が可愛いね。これさ、このジョイスティック、スマホのジョイスティックって便利だよね。わー、おー。あ、すごそう。いきなりこの不滅なるもの、エルストン。おー、そういうことでしょ。アウチ。回避できない、回避できない、回避できない。すごいことしてるに見える。いけー、必殺技、必殺、必殺技、何かよくわかんない技、必殺、必殺。大丈夫、何回も必殺技使っていいんじゃない。うん、なんかね、最初のチュートリアルだから使ってる。めっちゃすごい感じ。あ、 SP が足りなくなった。あ、全部使ったんだ。使いまくってたら SP が足りなくなったぞ。足せた、やはり。足せた、また来た、やはりまた来たか。ちゃんと喋ってくれ。うん、相変わらず無意味だということ。こいつ誰？これ負けチュートリアルパターンね。こいつ欲しい。パンダ欲しい。パンダ欲しいね。次、今週の無料アプリ、うん、じゃん、パズル、ペルちゃん、パーちゃん、パーちゃん、パーちゃん、パズルゲーム、あれじゃないの、ピタゴラスイッチみたいなやつ。おおお、そういうことじゃない。できた。あ、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 あれ、これなんだ。いや、多分この全部これが入ったら終わりっていうやつじゃない。グラフィックが綺麗、うん、でも全然達成気持ちになってないね。レベル2、青いボタンは青いエレメントを動かします。あ、そういうことね。あ、おおおおおおお、楽しそう。これタイミングが関係あるのは楽しそう。あ、結局関係なかった。長押しでよかったかも。関係なかった。両方押したら必ずクリアできる。うん、すまんねー。すまなかった、うん。あ、でもほら、ちょっと難しそうになってきたよ。なるほど、なるほど。ほらほら。結局、ただ両方押せば。うん、これまだつまんないね。で、エレメンタルの色を変えてもできるし。つまんなー。まだ面白、まだダメだね。つまんねえ。ほら、レベル6になってちょっと難しくなんじゃない。最近ゲームが簡単すぎない。これは何、誰もできない人のために、あの、いい気持ちになる。あ、また両方押せばいける。そうね。3位、ボーイフレンド、きらめきノート。かっこかり、きらめきノートですね。かわいい男の子がいっぱいいる。うん、3D の男の子と楽しめる。3D じゃないよ、これ。ボーイフレンド、きらめきノート。バックグラウンド、すんごく綺麗に書いてある。ね、やっぱり綺麗。ちょっとこの手が気になるな。あれだよ、多分なんかこう押してる感じ。運動、体育祭、体育祭。そっかそっかそっか。映画撮影体験。それは多分いろんなコスプレが見れるからっていうだけの設定なんだろうね。サバイバルゲームやスパイゲームを実施して身体能力を上げるって書いてあるけど、完全にそれコスプレさせたいからですね。声優さんもめっちゃいいっすね。PSP を古い。こいつ見たことある気がするな。ダートにいるんじゃない？いないいない。話長、何をするか はっきり分かるから。はいはいはい、同時にタップ。
1 This is so hard ガチャを引こうお、じゃあ、どうぞ運がいいよしあ、最初は絶対スーパーレアとかもらうんじゃないかな星さんだけど星さんがいいのかどうかがちょっとわかんないわ1あ、じゃあ3は良かったのねアスマ・モモタだよ1 3までなのかしらねリズムゲームって反応速度が違うからちょっと早めに押した方がいいゲームとちょっと遅めに押した方がパーフェクトが取れるゲームとあるのでアイドルマスターとかはちょっぴり早めあほらあエクスパートよしエクスパート大輔さん大丈夫全部全部全部3秒で終わったけどすみませんでした実は難しかったじゃあハード絶対余裕にクリアできるよしうんうんいける感じかも OK これだったら楽しいできないできないできない残念私ねこういうのね、はい、置いちゃうの床に置くの床テーブルにあなるほどリズムゲームは置いた方が指4本ずつ使えるからさっきの曲より全然たの、簡単じゃないこれそうだねセブンスリバースリバースセブンあそっちのリバースねファンタジー系 RPG みたいなセブンナイツと同じガンハンパズドラもでも可愛いもんねあのグラフィックとかもう綺麗やっぱり、うんうんうん、音楽すごくいい、うん、あ綺麗よく動くなおうこの3人全く同じ人じゃない顔がちょっと残念じゃない男か女か選んで多分それでキャラが変わってったりするんじゃないじゃあ男になったら、うん、あこれで決めるんだ自分のキャラをファイタープリーストウィザードレンジャーウィザード自分だいたんだ、うん、おこれはなんか白猫とかと一緒だねそうねバトルスタートタップしてライトニングアタックボスアタックモンスターかわいいのじゃあどうしたらいいかなタップして防御ねああなるほどかわいいかわいいなこの敵がクマ肉球肉球じゃあだいたい左から右まで、ね、ボトン押せば、うん、最後までいける武器を貸してくれって言われてよひでえななんだこれかわいいどうした殺したんだよ違う女の子がいたお兄ちゃん妹みたいここで見てキャラ設定がすごい髪だけであの女の子になるこれはレベルが上がると髪型が増えるそうです猫耳ロングとか言ったらこの美容室レベルっていうのがある初めて見た猫耳ロングおお金髪いいねすごい明るい金髪にしよう家を建てたりできるこれなんか街づくりゲームと RPG の融合みたいなガチャ屋さんができたってしていいやっていいやっていいやりましょうこれ街を作りながらやっぱセーラームーンの変身シーンみたいちゃんと読んでちゃんとやったら結構ハマるのかもしれないそれは2番だったそうやっぱランキング上がるにつれて面白くなってくねうんではうん遊戯王遊戯王懐かしいメンテナンスってメンテナンス8時までちょっと残念だけどやりたかったけどカートバトル6番にしましょうかよし人間と猫がレースできるしかも4人でリアルタイムカートバトルディズニーとコラボしたトイと一緒にエルサとしてカートバトル、はい、1番できないので6番にやります、はい、おーやっぱドナルドとかやるわスタートブースタースタートブースターこうねうう勝手に進むんだいや押してないと進まないんじゃないあ勝手に進むわ勝手に進んでるそうドリフトしたい時だけドリフトボタン押すみたいあ長押しじゃなくていいか自動走行中何あなんか自動走行モードとかがあるのかなおでこうやってなんか行けってミッキーのデザインがわかるけど、うん、その大きい手があって、うん、ミッキー全然見えないんじゃないそうねミッキーとか操作できるのいいねでもミッキー見えなかったあんまりねでも車改造カスタマイズ、うんうん、ビートルービートル配信いつかね買おういつかねビートルいいねいいねいいねよしいけーゴーあんまりブーストできなかった車もね、弱いかもしれないしねでも他の人同じレベルでしょじゃないどうだろうあ、あの、うん、あ、1位だったのにーなんだマシマママシュマロマシュマロマシュマロさんあ、これ使えば
いいか。お、誰かになんか使われた。4位かな。はは、3になった。あ、早っ早っ。ちゃんと知ってるゲームだね。コツつかんで車も強化してってやってったらすごい楽しいと思う。本当にネットでつながってんのは同時に友達とかとやったら一緒にやれるのかも。今日私の1位だった、うんうんうん、自分がダウンロードするとしたらこれかもしれない。なんだこれ、よかったねこれ。うん、なんだっけタイトル忘れちゃった。これ結構やり込んでみたいなと思いました。では、うん、日本のトップ5。帰りでずっとカードバトルかもしれない。うん、私これちょっとダウンロードしそうだな。なんだっけセブンスリバース。リバースか。あのカートバトルやったらもう 3DS 持っていかなくていい感じ、ね、軽いしね。今日とか持ってない。うん、確かに。でも iPhone 持ってる、うん、必ず。そう、それもあって最近スマホゲームがすごい好きで。そうそう。